やめてって言ってるのがわからないの？やけどするよ。火のように熱く、雪のように冷たく、私のそばに誰かがいる。こんなに近く感じるのに、手を伸ばしても届かない。私の中のもう一人の私。雪、いつも雪。記憶の中には降りしきる雪しかない。そして真っ白な雪に覆われ、自分の気持ちさえ分からずに、ただいつも立ち尽くすだけ。愛子ちゃん、愛子ちゃん、夢を見てた。悲しい夢なら思い出さないで。私はここにいるわ。ずっとあなたのそばに。優子、なんで泣いてんの？だってひどく悲しそうだった。悲しい夢じゃないんだ。ただ雪の中を歩いてた。雪？私も見たわ。双子ってすごいんだね。あれは恐山で双子の修行してた頃の記憶だ。ずっと修行を？6歳の頃からだから13年か。そうね、夜明け前に起きるとまず山に登るの。雨の日も風の日も雪の日も。空はまだ暗くてとても恐ろしい。毎日もちろん、それもたった一人で。小さい頃はすごく怖くて、お母さんによくしがみついてた。でも母さんは容赦なく私を山へ置き去りにした。おかげでイタコ連合、つまりイタレンから騒がれるようになったわけ。でも愛子ちゃん、イタコが嫌で家出してきたのに、またここで同じことして平気なの？平気。だって私いた子嫌なわけじゃないもん。じゃあなぜ？自分の意思で行動したかったから。まあ乗り移られちゃしょうがないんだけどね。全然記憶ないし。記憶ないの？ないよ。おばあちゃまのことも？全然。おばあちゃんなんか言ってた？愛子は元気かいのって。ふん、いいな、会いたいな。元気かな、ばあちゃん。元気かなって、もう死んじゃってるのに。あんたはいいよね。私がいればさ、誰にでも会えんじゃん。でも不安じゃないの、記憶がないのって。不安だよ。でもしょうがないじゃん。雪は愛子ちゃんの不安の象徴なのかしら。そうかもしれない。でも私嫌じゃないよ。遠い空から降ってくる雪を見てると勇気が湧くんだ。雪ってすごいんだよ。世界中を真っ白に変えてしまうんだから。世界を真っ白に変えてしまう。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。動き出す電ショップ竹内です。ねえ行こう。中村さんとこまたサンマ焼いてる。サンマ好きやな。おい、サンマ違うやろこれ。おいおいおい、あかんあかんあかん、おい、あの水持ってこい。あかんあかん、おい、すーちょっと、おばちゃんおばちゃんおばちゃん、助けたれ、おあ助けてくれ。火災に負けない3階建てこそヘーベルハウス。おばちゃん食べてっか。はい、ねえ、行こう。ご飯冷めちゃうよ、あーくん。どうして？あ、サバの味噌煮の匂いだけで。私、いつまで経ってもあーくんの好みのものが覚えられない。どうしてそんなひどいこと言うの？あーくん。あーくんの人生が私の人生そのものなのよ。作り直してくるね。アメリカンレーバーがコンセプトで、西海岸とかの輸入物が多いんで。お店の中にはレコードやフライヤーもたくさん。こんな店なんで遊びに来てください。ってことでよろしく。やっぱり私これ欲しい。買えよ。楽しくぞ。冷たいのアイスクリーン、アイスクリーン冷たい。色即是空、空即是色。ダメだ、雑念が。あ、何それ。なんですの、いきなり。失礼よ、変化。ちょ、これは飽きまへん。美味しそうじゃん。
まずい。もう一杯。お見事。今天你想去哪儿？我们初次见面的地方怎么样？啊，好，那个公园的喷泉挺漂亮的。说什么呢？是不是记错了？啊，对不起，对不起啊，是七丁路的咖啡馆。你怎么是这种人？才三里。慢走乌蒙，慢走乌蒙。いらっしゃいお嬢さん。何も食べてなくてさ、死にそうなんだ。ほら、お安い御用だぜ。また駄菓子？あっちゃんイカは駄菓子の王様さ。そうかな。駄菓子の王様はやっぱ麩菓子だね。あんたなかなか渋いとこつくじゃねえか。頭よ。それかここはシガレッツていうか、ジョー、ばあちゃんの駄菓子がめてまた店で出してんの。しっけな。これは俺が仕入れてんだ。毎朝日暮里まで出向いて。毎朝？金おばあさんが生きてる時からずっと仕入れは俺の担当だった。俺の駄菓子を見る目は確かだぜ。見てみな、この八ちゃんイカの色とツヤ。太平洋の大海原で揉まれて育った赤イカだ。やっぱり通りで食べても食べても駄菓子が減らねえと思ったら、あんたが仕入れてんのかい。そうさ。なんでまた？金おばあさんが死んじまって駄菓子まで消えちまったら、あまりにも寂しいじゃねえか。俺は駄菓子を心から愛してるんだ。伝統の火を絶やしちゃいけねえよ。嬢さん、よくぞ言ってくださった。わしゃ、あんたがそこまで心のあったかいやつだとは知らなんだ。愛子ちゃん、50年じゃ。50年？50年間わしゃたった一人で駄菓子やフリフラドを切り盛りしてきた。金おばあさん、苦しい時もあったがな、あんたのその一言で心が報われた。あんたは立派じゃ、男の中の男じゃて。金おばあさん、褒めても何も出ねえぜ。やろうよ。店の構えが悪いんだな。ここは原宿パワーの街、天下のフリフラだよ。ヤングに愛される店作りをモットーに。あ、愛子ちゃんなの？駄菓子屋フリフラドを新装開店。新装開店？ばっちゃんの名にかけて。名にかけて。あなた疲れてるんじゃない？でも頑張ってね。うん。もう一日 V っといこう。アリナミン V。 武田、便秘のせいでお腹ポッコリ、なんとかしたい。クリア体験まだですか？小薬と DSS のダブル作用でスムースなお通じ。気分すっきり。よし、見つけた。お腹痛くなりにくいんだ。便秘にクリア、武田。エレファントラブ、ゴールデンベスト、 Now on sale。アンチノース。
Rock and Show New single Heaven's Drive Out now4月23日のミュージックステーションはご覧の超豪華アーティストの歌と爆笑トークで送る60分生放送ミュージックステーションは4月23日夜8時何してんの？ゆうこ、これどこで道草食っとったんじゃ。おばあちゃま？なんちて、あいこです。もう悪趣味なジョークはやめてよね。ねえゆうこ、うちらさ、飢え死に免れるよ。こう、立地条件はいいわけよ。あ、あとね、そうそうそう、これ見てあげて。飢え死にしそうな時に食べたはっちゃんイカ、よく見てちょうだい。可愛くない？何の話？まあね、仕入れはジョーに任して、うちらこう店先で居眠りこいちゃう。シフトも考えたんだけど、まあ一日交代っていうのもいいなと思ったんだけど、あのちょっと待って、要するに、駄菓子屋再開するつもり？分かってんね。はい、大正解あげる。ここは原宿よ、駄菓子が売れると思ってんの？そこが問題、誰すもがそう思った。でも聞いて、水着になる。うちら二人、水着ダメ。もう一個ある。うちら二人、バニーちゃん。なぜあなたはいつもそう次元の低いことしか発想できないの？そっか、あくまでターゲットは女子中高生なわけだから、ハンサムボーイ。そうね、あ、そう、まずは外観ね。あ、外壁を塗り直して思い切って壁画なんかどうかしら。やっぱそっから来るね、パッとね。できれば有名な画家に発注したいところだけど、私に任してよ。おーい、誰の画家呼ぶやい。ポップで行くならやっぱりピカソがいいかしら。それとも拡張型学生団とか。あ、かえって目引くかもしれないわね。でもやっぱりポスターの名手といったらロートレックだし。ちょっと、大丈夫なって感じみたいな。早く決めてね。ちょっと待って、ゴーギャン、有名人？それともいっそ渋く広重とか。やんのかい、ほら早く来いよ、埋めてやるよ、早く来いよ。やめてくださいよ、うちにはそんなお金ありませんから。いや、借金なんてめっそうもない。俺は何も悪くねえよ。の あんたはもう古いのよ。喧嘩？あ、なんだったら私やりましょうか。あ、巻き目で。あ、原宿号渋谷 FM が立ち上げたレーベル、渋ライ。そのファーストコンピレーションリリースパーティーが行われました。かっこいい。で、原宿堂的にはこの DJ をプッシュ、 DJ コウヤ。 DJ コウヤです、よろしく。コウヤさんのこだわりは？完全にニュースクールで、やっぱり今の音はそれを大切にプレイしてるって感じでやってます。いや、すごい楽しいから、みんな来てください。はーい、原宿堂。この度、駄菓子屋フリフラ堂をリニューアルオープンすることにいたしました。んで、そこでですね、外観をさ、アートしてくんないかな、アートさん。お仕事の話でしたら、マネージャーは私に。はい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 。 あの、壁一面をですね、アートしていただきたくて。アート？つまり、駄菓子を宣伝のために。そういうことになりますね。悪いけど、お断りします。いやいやいや、あの、そこをなんとかお願いします。アー君の芸術は、そのような営利目的に使用されるべきものではありませんから。家賃3ヶ月分免除、どうです？
ずいぶんつてんの小さいお話ね。4ヶ月分。金額の問題ではないのよ。じゃあどこが気になるんだよ、この無能マネージャー。なんで知って。何喧嘩状態。いかがでしょう、アトさん。ソウルフラワーユニオンの中川さんと奥野さんですよ。出てしまいました。あの SM もののけサミス SM です。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いや、まあ、そんなもんやつ。アルファベットが読めなくなってしまいました。 SM もののけサミットっていう、はい、ソウルフラワーもののけサミット。あ、神戸で震災があって、はい、その震災以降がその被災地でじいさんばあさんと一緒に遊ぼうやないか。ああ、素晴らしいですね。そんなバンドがあって、メンバーもほとんど一緒やねんけどね、ソウルフラワーユニオンと。あ、そうなんですか。あ、それが SF もののけサミットなんですか。そうですね。お客さんが面白いよね。あの地元のおばあちゃんとか結構こうなんかこう奇抜な白塗りとかでやったりとか。あ、そうなんですか。旅芸者みたいな格好で。楽しそうだ。ライブはやりはるの。私たち、ね、去年1回やったんでね。2回やって成功した。それはそうですね。でもあの歌う前にお腹が空いてお弁当を食べてしまったんで、しかも出る時に叫びながら出て行ってしまったんですよ。そしたら思いっきり声を潰してしまってちょっと最後の方はめちゃくちゃ全然。ここはちょっとうちら的に聞きたいんですけど、ライブを盛り上げるポイントは何ですか。うちは結構盛り下げ上手なんですよ。これはね、結構うちと同じですか、はい。あ、なんかこっちがうまいこと言ってないっていう感じをずっと見せつけられると、お客さん盛り上げなあかんの気分になってくるんですよ。あで客に盛り上げてもらう。それもなんか嫌な雰囲気のライブ会場ですよね。あ、じゃあうちらで言うと双子なのにすっごい仲悪そうにするとか息張ってなさそうにすると、あの CD 発売の告知をしていただきたいんですけど、ウィンズフェアグランドソウルフライディオン、もう今年はこれ1枚で決まり。なるほど。なんかさ、羨ましいよね。え、あのガキ、なんか彼の才能を心から信じてますって感じしない？まあさ、周りから見ればまあ笑いたくなる存在なんだけど、こう誰かを本気で信じるってなかなかできないよね。そうかしら。大丈夫大丈夫、元気出しなよ。私は元気よ。明日遠藤先生連れてくるよ。遠藤先生？中学の時の美術の先生なんだけど、すっごいいいのよ。青森大賞取ってるぐらいなんだけど、でもね、去年死んじゃってさ、だからここぞとばかり呼んでくる。はぁ？ゆこさん！ゆこさん！電話だよ！私？電話！誰かしら？それが何言ってんだか全然わかんねえんだ。誰だかさっぱり見当つかんねえ。誰なんだ？もうなんだかわかんねえかったよ。アロー？え、太郎？ギロサブロ、ああ、シンガポール、いやー、中古、中古、はい、ああ、サブカロ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 、みんな、サブカロ、うるさいわよ。怖いな。健康感覚、フロンツァ、シンガサイ。ナノイチャウスプレオファ、オロイヤー、ダーライン、カーボンエックス、メチネロシ。ウンワノメ、ハラジュク。麺単品ウリフタゴフリフラ。郵便状か知っとかんは知らないけど、あなたの悪い噂友達から信じたくもない。うまく言えないけれど大好きなのにどうして
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。